ローマ軍に囲まれていたジャンヌ・ダルクを連合軍は救出、彼女を味方に加えることができた。連合軍がオーディンの領地を相次いで奪取したことで、彼の魂やイグドラシルに関する秘密は解き明かされつつあった。だがそんな時、連合軍のもとへ孤立した味方部隊が襲われているという報告が入る。将軍たち精鋭は急ぎ救援に向かった。本隊に合流予定の別動隊が敵に囲まれたか。各地での転戦が仇となったな。兵を分けては括弧撃破の隙を与えることになる。いずれこうなることは君ならば予想できたのではないか。言葉もないな。ヨーゼン、なぜお前までここに。人間の命は小さく弱いもの、それを君たちがどのように救い出すのか。その口ぶりだとまた高みの見物を決め込むつもりのようだな。当然だろう。私はまだ君たちに手を貸すとは言っていない。分かっている。お前の好きにするがいい。では私は行くぞ。趙雲が一足先に救援へ向かった。急ぎ加勢せねばなるまい。趙雲、腕輪に選ばれた人間か。それほどの者が先陣を切り救援に向かうとはとても興味があるな。先行した趙雲がすでに救援を始めているはずだ。我々も向かうぞ。私はひとまずここにとどまる。君たちの手腕見極めさせてもらうとしよう。やはり妖精が見物を決め込んだか。まあいい、さっさと片付けるとしよう。私の矜持にも関わる。何としても兵の全滅だけは避けねばな。この後は決して忘れません。あの原因はオーディンの力に及ぶ。日に日に力を増していると見える。水村、奴らを放て。敵を根絶やしにするのだ。人一人の命も大義の前に軽んじる。それがいい。しかし彼らの行動は真逆だ。なぜ後悔し一定の命を救わない。皆諦めてはならん。趙雲、君はなぜそこまで必死になれば。一定の命なら軽んじられるのが世の常だと言うの。我らも志を同じくする大切な仲間、見捨てることなどできません。それが君の真理というわけ。真の武勇。
戦界から眺めていた人間たちより真の武勇エルラン神殿と強さを兼ね備えている超文言が打ち取った。だからこそこの異界に招かれたのだろう。この戦時俺が根本に飲み込んでやる。強い者たちだった。神の力、モノノフの意地、ここに示さろ。やろう。
取り残されている者はいないようだな。では我らも引き上げるとしよう。敵中に孤立した味方を全て救い出すとは、その手腕称賛に値する。敵は引いたか。なんとか兵らを守れたようだな。救援ありがとうございます。皆様のおかげで命拾いいたしましたぞ。それにしても趙雲様は本当にお強い。もうダメかと思ったところへ颯爽と駆けつけて敵をひとなぎ。いやー、大したお方です。俺、元の世界に戻ったらせがれに自慢してやりますよ。趙雲か。確かに彼の働きぶりは見事だった。主力の一人でありながらおごらず、むしろ一兵の命を救うため敵陣に切り込む、その揺るぎない信念、立派なものだ。この異界で彼のような人間に出会えるとはな。妖精にああまで言わせるとは、さすがは超死竜といったところか。うまくいったか。おそらくオーディンは我らの動きに気づきつつある。別動隊が襲われた一件からもそれは明らかだろう。そうね、いずれ本格的に攻撃を仕掛けてくるはずよ。そうなる前に魂の在りかを突き止めないと。ならばもはや一刻の猶予もあるまい。早急に次の用地の調査に向かうべきだろう。必要な部隊と物資の手配は俺がやっておく。ガイア、お前たちはすぐにでも出立を。ねえ三成、次の調査にはあなたも一緒にいらっしゃいよ。いつも後方支援ばかりじゃ腕がなまるでしょ。何を言う、後方支援とて重要な役目だ。だいたい俺は部働きよりも。つべこべ言わない。地母神ガイア様直々のご指名よ。来なかったらお仕置きだからね。なんだあれは、あの強引さ。誰かに似ているような気もするが、普通に迷惑なのだよ。見るために。任務に不満を抱きつつ患者としての仕事をこなす紹介。そこにとある人物から知らせがもたらされる。その知らせが紹介の現状を大きく変えることとなる。今日も京都で諜報活動か。こうも日陰の活動が続いては体に苔でも生えてきそうだ。せめて鬱陶しく絡んでくる奴らがいなければもう少しやりやすくなるのだが、特に孫悟空に卑弥呼、あいつらにまとわりつかれたが最後、任務どころではなくなるからな。まったく面倒極まりない。この活動が実を結んだ暁には芝生殿から相応の見返りをもぎ取らないとな。ん？あれは生命の指揮か。私に向かって飛んでくるな。奴も艦長の一人だが一体何の世だ。
生命の式には西の広場へ来いとあったが、私を呼び出すからには相応の話なのだろうな。面倒な奴らは避けつつ広場に向かうぞ。会って文句の一つも言ってやろう。鬱陶しいのが出てきた。お前に構っている暇はない。さっさと消える。食い込んでやっ。やだ。東海のアッチャンのタコ、乙女と本気で戦うなんて、この恨み忘れへんで。この私を下等生物呼ばわりと。それからいい加減おっちゃんもやめろ。こんなところウロウロしちゃって。あ、暇ってことなら俺様と遊ぼうぜ。ウキー。さっきからどこにも揃って鬱陶しい。へい、私の邪魔をするな。生命の式には西の広場へ来いとあったが、私を呼び出す相応の話なのだろうな。面倒な奴らは避けつつ広場に向かうぞ。会って文句の一つも言ってやろう。カフェイト行きます。行きます。体の痛さご覧あれ。ファイル超分煙水槽。今回のおっちゃん、もう気が気はない。今日やね、ならうちと遊んで。鬱陶しいのが出てきたな。お前に構っている暇はない。さっさと消えろ。紹介のあっちゃんのタコ、乙女と本気で戦うなんて、この恨み忘れへんで。この私を下等生物呼ばわりとは。それからいい加減おっちゃんもやめろ。こんなところウロウロしちゃって。邪魔だ。あ、暇ってことなら俺様と遊ぼうぜ。ウキー。さっきからそろそろって鬱陶しい。ねえ、私の邪魔をするな。ご覧あれ。俺と遊んでくれんのかい。超分煙が討ち取った。本気で殴らなかった。ちくしょう、覚えてろよ。いいんじゃないですか。おや、どうやら紹介殿が無事到着したようだ。生命殿、それに官兵衛殿もいるのか。人を呼び出しておいて何の用だ。私は潜伏任務を終え、これより連合軍に合流する。何かことづてがあれば伝えておくが。私が収集した内部情報はすでに伝えた。
抑えた。兵も何かしら成果を示した方がよい。ふん、潜伏で得た情報をよこせということか。ではこの文を芝生殿に。これで満足か。では私と兄で生命を無事に送り届けよう。急がねば。なんだあいつら、こそこそと怪しいな。オーディン様にお伝えせねば。勘づかれたか。伝令が二手に分かれたようか。三兵衛殿は西に向かった伝令をどうにかしろ。私は東へ向かった方を抑える。全ての伝令を撃破したようだ。紹介殿、官兵衛殿、感謝する。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやろう。まったく、諜報活動がここまで面倒だ。真田の戦、芝生殿の顔を見て、めんどくせと言いたいのか。芝生殿もさすがに分かっているはずだ。政府を高く恩を売ってやるとしよう。紹介さん、ヒミコとずいぶん遊んでくれたみたいね。なあ、さあ、私たちとも遊んでくれるわよね。真の武勇、道が閉ざされたか。やることが現実だ。メッセ、加減はせぬぞ。やりおる、次は負けぬぞ。どうやら南方にも道はあるよ。紹介だ、そちらから抜けるとしよう。見事なものだな、その力。存分に振るうがよ。紹介さん、こっちには来ないんだ。じゃあ、本気になった方がいいかしら。超分煙水産に、ガッキー、我が輩をザレごとに駆り出すと。今度は負けねえぜ。さあ勝負だ。ここに来て妖魔たちが放送になった。オーディンの手前、あまり騒ぎたくはない。生命、兵は先にこの地を抜ける。後のことは私と紹介に任せるがいい。ああ、心遣いに感謝するよ。あなたたちの情報、必ずや連合軍に届けよう。敵将、ここまで頑張っちゃうんだ。ご褒美に私が本気で相手をしてあげる。恋ノーマンを相手にするのはダメだな。助け出しが欲しいところだが。官兵衛殿、生命殿が泣きついてきた。早いところ駆けつけて恩を売ってやるとしよう。見事だ、励む。おお、なかなかやりやる。またやられちまった。紹介殿、官兵衛殿、救援感謝するよ。頼もしき味方が来てくれ、士気も喜んで。砕かれるの味方殿、色砕かれるの。ダッキー、私はお前らの後
遊びに付き合う義務はない。いい加減尻尾を巻いて退散しろ。 K の声は全く届いていないようだ。ダッキを倒して事を収めるしかあるまい。紹介さんがこんなに楽しませてくれるなんて。今回はこれでおしまい。また遊んでね。まただと再会は断固拒否するぞ。とにかくこれで生命殿は脱出できるだろう。私を差し置いて目立つとはいい度胸だ。どうやら追撃を振り切れたようだな。気をつけて行くがいい、生命。私と官兵殿は引き続き情報を集める。そちらは芝生殿にうまく恩を売ってくれ。ああ、任せてくれ、商売殿。官兵殿、再会を楽しみにしているよ。生命殿は無事逃げおおせただろうな。まったく、こんな面倒な見送りは今回で最後にしてもらいたいものだ。うん、我らの諜報活動もそろそろ潮時かもしれぬな。真意は気取られていないとはいえ、ダッキラも巻き込む騒動を起こしてしまった。少々目立ちすぎてしまったのでな。ふん、言われなくても分かっているさ。近いうちに我らもここを立つべきだろう。これでようやく陰気な任務ともおさらばできる。次こそはこの正式の手腕を隠さず堂々と華々しく活躍したいものだよ。あくまでも表舞台での活躍を欲するか。やはり紹介は私とは正反対の人間のようだな。まあよい、成果は出せた。私もこの任務を切り上げる支度を整えるとするか。それでよかろう。別動隊を無事に救出し、連合軍の士気は高まった。こちらの意図に感づかれては今後の作戦に支障をきたす。連合軍は迅速に兵を動かし、残るオーディンの用地へと赴いた。よしっと、いつもの通りオーディンの幻を呼び出したわよ。それじゃ始めましょうか。三成、あなたも来てくれたのね。やっぱり女神のそばで働きたくなったの？何をバカな、来いと言うから来たまでだ。素直じゃない子ね。ふん、まあいい。出てきたからには役目は果たす。この地に布陣しているのは妖魔どもか。見たところ別段守りを固めている様子もない。ガイア、本当にここが目的の場所なのか？それは間違いないわ。もしかすると私たちが来ることを察して敵も何か企んでいるのかもしれないわね。ならば敵の動静を見極めつつ慎重に攻めるほかあるまい。みな注意して当たれ。
オーディンの気配、この力強く感じるわ。さあ、みんな行くわよ。真田の戦、ご覧あれ。これは随分と敵の数が少ないようだが、やはり幼稚の割には守りが優秀すぎる。奴らはまだ何を企んでいる。邪魔だ、邪魔だ。目に合った時覚悟しろよ。打ち取った。いや、君を見ていると飽きないね。苦しめてやろう。これで安心ね。オーディンの幻に近づいてみましょう。この見事なまでの急勾配、かの有名な一ノ谷の戦いを連想させるね。幼稚は全て怒りの力を我が元に集まる。ゆぐれなしの目はもう遅くて。この異界の力、ユグドラシルを芽吹かせるのにも必要だったのね。まだ他の場所からも情報が集められそうよ。行ってみましょう。まずいわ。油断したな。ここで木が熟すのを待っていたのだ。源氏武者たるもの、いかな勾配も恐れはしない。邪魔だ。源の九郎義経、いざ参る。駆け抜かぬ奇襲だぜ。いるな、体勢を整えよ。こんな崖を駆け下りてくるなんて。邪魔だ。超紫龍、一心を端として守り抜かん。趙雲の武働きで兵も兵勢を取り戻した。そういったところか。いざ参る。源の九郎義経、これにあり。今の奇襲、鵯越の逆落としそのものじゃないか。まさかこの目で見られるとは思わなかったよ。敵を討ち取るためならいかな危難も顧みない。それこそが源氏の意地というものだ。邪魔だ。素晴らしく輝いていらっしゃる。今こそ攻め立ててやろう。この間な、今は引こう。真田の戦、ご覧あれ。なんとか窮地は脱したわね。それじゃ改めてオーディンの幻を探しましょう。実に気分がいいぜ。南の方に強い気配を感じるわ。まずはその手前にいる敵をどうにかしないとね。オーディンの気配、この力強く感じるわ。さあみんな行くわよ。これは随分と敵の数が少ないようだが、やはり幼稚の割には守りが大切だ。やつら何を企んでいる。真の武勇、超暴力を打ち取った。苦しめてやろう。邪魔だ。邪魔だ。
ていると飽きないね。真田の戦、ご覧あれ。これで安心ね。オーディンの幻に近づいてみましょう。この見事なまでの急勾配、かの有名な一の谷の戦いを連想させるね。用地は全て得た。異界の力は我が元に集まりつつある。ユグドラシルの目はもう目前。異界の力、ユグドラシルを芽吹かせるのにも必要だったのね。まだ他の場所からも情報が集められそうよ。行ってみましょう。って、まずいわ。油断したな。ここで木が熟すのを待っていたのだ。源氏武者たる者、いかな勾配も恐れはしない。源の九郎義経、いざ参る。まだ真の武力を上からの奇襲だと。いるな、体勢を整えよ。こんな崖を駆け下りてくるなんて。超紫龍、一心を単として守り抜かん。超運の無駄だって、兵の平成を取り戻し。真の武勇、こういったところか。源の九郎義経、これにあり。今は引こう。この戦場、俺がトントンに飲み込んでやる。なんとか窮地は脱したわね。さあ、改めてオーディンの幻を探しましょう。実に気分がいいぜ。南の方に強い気配を感じるわ。まずはその手前にいる敵をどうにかしないとね。これほどの声が尽くしていたとは。突破するには何か策が必要だな。ならば俺に考えよ。まずあの拠点を制圧してもらおう。承知した。真田の軍略堪能したぞ。ご覧あれ。
楽しみだ。ああ、素晴らしく輝いていらっしゃる。覇気の逆落としはほんの小手調べに過ぎぬ。今こそ敵を討つ好機。皆出陣だ。我らの奉仕で敵陣を引き裂く。ご覧あれ。彼らの力、そんなところで失うわけにはいかない。この妖精が手を貸すとしよう。さすがは伝説の同士妖仙殿だね。後天剣との息もぴったりだ。まさに八面六臂の働きぶり、見事だ超。これより君に力を貸すとしよう。妖仙殿、ご助成ありがとうございます。共に参りましょう。ルバタル、はい。この道に戦えるんだ。このまま修練を積むという超運営スイッチ。苦しめてやろう。行け、お前こそ天下無双。それぐらいやってもらわねば困る。その機動力、人間にしては大したものだ。とはいえ私には遠く及ばないだ。超運転スイッチ。なめられたものだ。ならば我が一撃受けてみよう。歯を合わせましょう。助けだな。お前の武勇頼もしい限りだ。さあ先に出してやろう。いや、君を見ていると飽きないな。敵は一掃できたみたいね。オーディンの幻に近づいてみましょう。好ましい戦いぶりだ。そのまま修練を積むといい。ユグドラシル、かの破壊神の力を注ぐ。それが叶えば成長速度は飛躍的に向上し、あの巨木を芽吹かせたのは異界の力、そして育てたのは破壊神の力ということか。ユムドラシルを最終兵器に育てるという計画、それを成すには異界がうってつけだったってことね。もうこの地から得られる情報はないみたい。私たちも戻りましょう。妖精、何のつもりだ。暴漢に徹してきたお前が、いや、こたび妖魔どもを退けられたのはお前の力も大きい。一応礼は言っておく。改めて礼を言われるほどのことでもなかろう。あの程度同志ならば当然のことだ。同志だと。ということは妖精、あなた心は決まった。これよりは同志として君たちに力を貸すとしよう。
ようやく貴公もその気になったか。ずいぶんともったいぶりよって。別段もったいぶっていたつもりはない。君たちが手を貸すに足る者たちかどうか、それなりの時間をかけて見極めていたまでだ。その見極めの結果とやらが今ようやく出たというわけか。うん、実を言えば以前趙雲の見事な振る舞いを目の当たりにした時からある程度心は決まっていたのだから、今回の戦いで三成をはじめとする皆の戦いぶりを見て確信を持てた。この異界の窮地、君たちならば乗り越えられると。妖精、ありがとう。あなたにそう言ってもらえるとみんなすごく自信になると思うわ。あくまで私の見極めたことをそのまま述べたまでだ。礼を言われるようなことではない。しかし趙雲、彼は実に見事な男だな。その揺るぎない信念、それを支える確かな武勇、まったく人間にしておくには惜しい逸材だ。ほう、明日は槍でも振るか。貴公が他人を褒めるなど私の知る限りでは初めてだぞ。褒めるに値する相手なら私は素直に褒める。そこが君とは違うところだ、太公望。太公望と妖仙って仲がいいのか悪いのかよくわからないわね。同志として最善を尽くそう。それでよかろう。新たな仲間も加わったことだし、これまでの調査で分かった情報を一度整理してみない？そうだな。それぞれは断片的な情報に過ぎないが、つなぎ合わせれば何かが見えてくるかもしれない。ではまずユグドラシルについてだ。そもそもユグドラシルはオーディンの手でこの異界に持ち込まれたものだった。そして異界の滅びの力によって芽吹き、さらには蘇った破壊神の力を得ることで成長した。ええ、その通りよ。それじゃあ次はオーディンのことについてね。私も知らなかったが、オーディンはラグナロクを契機にユグドラシルを手に入れたらしい。それを育て最終兵器に仕立てることで奴は死の運命に抗おうとしている。そしてそのために己の一部を差し出している。こんなところか。魂の在りかに関する具体的な情報はないが、運命に抗うために奴が差し出しているものというのが引っかかるな。それが何かが分かればこの膠着した戦況も少しは進展しそうなものだ。いずれにせよ調査は継続せねばならぬ。ガイアよ、さらなる情報が得られる地を示すがいい。いいわ。これまで解放してきた妖地の力で私も随分本調子に戻ってきたの。これまでは感じ取れなかった気配にも今なら気づけるはずよ。あら、ガイア殿、どうかなさいましたか？早速気になる気配を感じるの。これはまさか。みんなすぐに向かってもらいたい場所があるわ。私が案内するからついてきてちょうだい。カクカ殿、
どうやら敵軍が攻めてきたようだね。兵力ではこちらが不利。さて、どうしたものかな。おや、元就殿、劣勢だというのに随分と楽しそうだ。理由を教えてくれるかな。もちろんだ。世にも名高き角家殿の采配を間近で見られるのに、花から優勢じゃつまらないからね。希代の名軍師がこの劣勢をどう覆すのか、いやー、実に見ものだよ。なるほどね。それなら元就殿も協力してくれないか。オーディンの用地にて連合軍は妖魔軍の奇襲を受けた。しかし石田三成らの活躍によりこれを退けることに成功する。また長雲ら人間の活躍を認めた妖仙が新たに仲間に加わった。オーディンの支配地の解放が進むにつれ、ガイアも徐々に本来の力を取り戻しつつある。そんな折、ガイアは新たな気配を感じ取る。その気配を追ってガイアは連合軍をとある地へと導くのだった。ガイア殿、気になる気配はこの地より感じられるのですね。ええ、ここを調べればとても重要な情報が得られるはずなの。重要な情報ですか。何かオーディンを倒す鍵が得られるといいのですが。そうだな、オーディンは必ず滅ぼさなければならない。絶対に。ロキ殿。ロキ、以前から思っていたが、お前はなぜそうもオーディンに固執する。それは、そうだな、君たちには全て話しておくべきだろう。かつてアースガルズでの戦争に敗北した私はオーディンに仲間を殺され、力も奪われた。それが奴を滅ぼすことに執着する理由の一つだ。さらにオーディンは私の大切なものを知るや、それを踏みにじるよう仕向けたのだ。当時の私は奴に抗うことができなかった。私は決して許すことができない。オーディンとその言いなりになった自分自身を。ロキ、今もそのことを。この先あなたがさらに苦しむことにならなければいいんだけど。何？
孫悟空様の得意技が見たいって、いや、ご要望にお応えして、うっけー、目障りな奴がいる。この俺の進路を妨げ、後悔させてやろう。ずいぶんと張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。俺と遊んでくれんのかい。使いの後ではないようだな。人造申し出た真の武勇
の活躍は見ていて気持ちがいい。この旅はそこまでにしておこう。いずれまた会おうぞ。術が解けたようだ。残る怪物たちも早急に片付けてしまおう。真田の戦を援軍いざ参る。超分野まで遊ん邪魔だ。力を怪獣悪ではないようだな。押して参る。邪魔
入る。やるな。お前たちならば、あるいは。ずいぶんと張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。見事、その力があれば闇を払えよう。俺も共に戦わせてもらう。ちょっとどういうことよ、ハヤブサさん。話が違うじゃない。お前たちに味方すると約束した覚えはない。さらばだ。敵の攻勢が弱まった今が好機だ。ガイア様が示された地へ急ぎ向かうとしよう。駆け引きの妙、見せてやろう。だいぶ手配が近づいてきた。
くではないよ。この先には行かせぬぞ。おとなしく我が餌になれ。おい、なぜ奴がここにいる。行きます。大きな仕業ではあるまい。まさかフェルセウスなのか。フェルセウス、やはり私をここへ呼んだのはあなただったの。どうで君がここに。私に同じ過ちを繰り返せというのか。これは一体。それはペルセウスの一部、私が感じていた気配の正体。詳しい説明は後にしましょう。今はダッキーを倒すことに集中しなきゃね。おねごと噛み砕いてくれよ。これぐらいにしといてやる。相手になるぞ。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに懸命でいられるのだろうね。まさに無双と呼ぶにふさわしい力だな。オーディンの危機として飛びつきそう。あら、ここまで来るなんてやるじゃない。ご褒美に思いっきりしゃぶってあげる。もののすの意地、ここに示さん。トーチよ。ああ、つまんない。今日はもう帰る。敵は退けた。こたびは、オーディンの情報は得られなかった。ロキ殿、大丈夫ですか。顔色が優れぬようにお見受けしますが。いや、大したことはないんだ。放っておいてくれ。ロキ殿。俺は竜ハヤブサという。意図せず異界に入り込み、ほどなくダッキに拾われたのだが、奴らのなすことには到底加担できんと思っていた。これより先、お前たちの陣営に俺も加えてくれ。もちろんです。ハヤブサ殿のような方が仲間となれば、皆心強く思うでしょう。よろしく頼む。ところで、ここでお前たちと合流できたのは幸運だった。急ぎ伝えておかねばならぬことがある。オーディンが大規模な部隊を編成している。おそらくお前たちの動きを知り、全力で攻勢を仕掛けるつもりだろう。なんだと。オーディンめ、我らが魂の在りかを突き止める前に押しつぶすつもりなのだな。ガイア様、すぐに本陣へ戻りましょう。そうね、激しい攻撃に備えて準備を整えないと。みんな急ぐわよ。ロキ殿、我らも参りましょう。ロキ殿、すまない、情けないことに。震えが止まらないんだ。あのペルセウスの姿の幻、相対した時、嫌でも思い出してしまった。ロキ殿、嵐吹く予感に似たり。うまくいったか。うまくいきましたね。
ガイア殿、戦いが始まる前にどうしても伺っておきたいことがあります。分かってるわよ、雪村。この前のペルセウスのことでしょ。はい。あれは一体何なのですか。本物のペルセウス殿とどのような関係があるのでしょうか。あれはペルセウスの記憶の一部、それがオーディンの力の影響を受けて攻撃的な幻と化したものよ。ペルセウスの記憶の一部。ではペルセウス本人はどこにいるのです。ガイア、ここからは私が。ロキ、なぜお前が。お前とペルセウスとの間に一体何があったというのだ。ことの発端から話そう。以前ガイアが話した通り、私とペルセウスは協力してオーディンの動向を探っていた。その中で私たちは互いを友として認め、信仰を深めていった。だがある時、そのことをオーディンに知られてしまったんだ。オーディンは私の裏切りを疑い、忠誠心を試すべく私に友であるペルセウスを手にかけろと迫ってきた。なんだと。私とて友を手にかけるなど考えたくもなかった。だがオーディンの内情を探るためには奴に取り入っておく必要があったんだ。事情を察したペルセウスは自分を亡き者とし、オーディンの信頼を得るよう提案してきた。ロキ殿、すまない雪村。君が会いたいと言っていた本物のペルセウスはもうどこにもいないんだ。長らくそのことで苦しんできたのだな。だがまだ希望は残されている。ペルセウスを復活させることができるかもしれぬ。どういうことだ。もしやペルセウスの幻から得たあの。あれは確かにペルセウスの精神と記憶の一部だ。おそらく命を落とした時に分かたれ各地に散ったのであろう。それらの全てを集めればきっとペルセウスは蘇るであろう。問題は残りの部分をどう集めるかだな。それなら任せて。これまでに取り戻した力であの子の気配を感じ取れるようになったの。この間のようにあなたたちを導いてあげられるわ。それとこの異界へ来る前にも何度か同じような気配を感じたことがあるの。その時はそれが何なのかわからなかったんだけど、きっとペルセウスは過去にもあなたたちのそばに現れていたんだと思う。大地の記憶を具現化できる私の力を使えば当時の幻にも接触できるはずよ。それが本当なら必ず全てを集めてみせる。ペルセウス、私はどんな手を使っても君を。報告、オーディンの軍勢が退去して接近中。間もなく我が軍と接触します。オーディンめ、攻め寄せてきたか。いずれにせよまずはこの窮地を乗り越えねばな。みんな急ぎ迎撃に向かうぞ。嵐吹く予感に似たり。